イオン、札幌平岡ショッピングセンター時代の外観イオンタウン、札幌平岡の外観イオンモール、札幌平岡は、北海道札幌式を宅平岡に立地するイオン、北海道株式会社のショッピングセンター。本校では、資金に所在するイオンタウン、札幌平岡についても説明する。旧、北海道宅食銀行の野球場跡地に建設され、 同王県における初の店舗として開店。照明普及賞受賞。2階建ての専門店街部分は吹き抜けになっており、さらに天井がガラス張りになっている。139,916平方メートルもの広大な敷地には2,600台分の平面駐車場が設けられている。駐車場はよさこい騒乱祭りの会場として使われる。店舗北側に増築し、 49,200平方メートルまで増床する計画があるが、これに必要な建築基準法の例外規定適用を札幌市が不許可としている。2010年11月に上部の看板をジャスコからイオンに変更。さらに店舗ブランドの統合に伴い、2011年3月に各店舗のジャスコ札幌平岡店はイオン、札幌平岡店に名称変更された。 道内でジャスコの看板が上部に掲げられていたのは当店と北海道1号店の釧路昭和店のみであった。2011年11月21日、イオン札幌平岡ショッピングセンターからイオンモール札幌平岡に名称変更した。北の2を挟んだ反対側にはイオンタウン札幌平岡が立地する。各店舗のイオン札幌店のほか。 約90のテナントが出店している。出店テナントの一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオンモール、札幌平岡とは北の2を挟んだ斜め向かいに位置する。テナントの店舗名としては、札幌を省いたイオンタウン平岡店と呼称するものもある。 最寄りのバス停留所は、北海道中央バス、イオンモール、札幌平岡である。このほか周辺地区を巡回する、無料送迎バスも運行されている。詳細は公式サイト、バスのご案内を参照。ありがとうございます。